んだあれ、蜃気楼みたいなのが見えるな。目が乱視しただけかな。水面になんか柱が立ってるというか、蜃気楼現象かもしれないな。あれホテルの、ホテルじゃないや、レストランの影というか、霧と蜃気楼現象だ。あれなんか蜃気楼見えるんだね。本当に酔えねえな。昨日消えたらしいけど、酔えが。酔いが消えましたね。うん、この辺映る。 8.5 だ。
ちゃバレる。次だよな。
上へ来たけど食わなくなっちゃったな。食わないし食わない。当たるけど乗らない。さあ12時に10分、ちょっと深めに移動ですね。9メートル。でかい。もういいね。一瞬だな。しかも浮いてる。魚影がないな。一箇所ねあったけどね。ちょっ
ちょっと考えてる間に消えちゃったから、やっぱり早いんだろうな足が。風向きだろうな、風向きが悪いんだよね多分。なんか水質っていうか、なんか水域の悪い水が風向きでそこへ寄っちゃってるんだと思うんだよな。か魚がこの冷え込みで一気に深場に入ったか。8メーターだから一気に11に行く年もあるからな、結構。いやー、10時まではもう300以上釣れてたんですけどね、そっからが全然ダメですね。多分10時半からいくつも釣ってないね、50も釣ってないね。これほどまで昼間釣れないとはな、ノックダウンしましたねこりゃ。